いただきます。いただきます。のう、ハン・ジュンギ、どうした？そんな難しそうな顔して。ああ、いえ、ここの焼きたてパンは美味しいからじっくり味わっていたんです。ああ、そういうことか。ここのパンはどれも生地がしっかりしてるから、噛めば噛むほど旨味が出るんだよな。パン・ジュンギは何パン食ったんだ？え？今なんて言いました？パン・ジュンギは何パン食ったんだ？パン・ジュンギって言いませんでした？そんなこと言ってねえよ。聞き間違いだろう。そうでしたか。失礼しました。あぶねえ。パンのことぼーっと考えてたら間違えてパン・ジュンギって言っちまった。ごまかせたようでなんとかなったが。俺は聞いてたぜ、パン・ジュンギ。どうせならもっとうまいこと言えよ。春日一パンとか。全然うまくねえよ。一パンって無理があんだろ。やっぱり言ってたんですね、パン・ジュンギ。パンパンうるさいわね。いい大人なんだから静かに食べなさいよ。すみません。なんで私まで。